オリンピック、オリンピック、でかいでかい。ガキ、結構。じゃあ。秋ですね。秋やな。もう今日も撮影ありがたいことに。秋といえば。パンパンということで。スポーツの秋。食欲の秋。そうなんですよ。今日撮影の合間にね、ちょっとこれに誘われてまして。誘われたよね。誘われたのは第1回、チャンリンピック、チャリンピックということで、もともとね、チャンキーさんっていうあのたこ焼き屋さんがあるんですけども、めちゃくちゃうまいんですよ、うん、でそこはね、やっぱり今時期ちょっと楽しみがね、なかなかないんで、うん、食とスポーツのエンターテインメントということでね、今日ね、僕もね、ちょっと撮影の合間しかないんで時間がないんですけど、このね、激アツたこ焼き早食い大会と、なんてこう二人羽織パフェ。私二人羽織ってこと。まあ、そういうことやな。この2つだけね、ちょっとちょっと挑戦したいなと思います。はい、じゃあ早速、まあ、やるからにはね、当然優勝目指して、当然ナンバーワン目指していきますんで。うちらチャンネルはね、ガチンコスタイルなんで、そうね、うん、これマジありますよ。じゃあ行きましょう。やってきました、会場に。はいはいはい、歩いて5分の。どんな猛者が俺を待っとるか。校長、よろしくお願いします。時間的にちょっと2種目しか出れないんですけど。最初の2種目ですか。そうそうそう、あ、最初なんやな。いや、今から11時から開会式があって、はいはい、この感じで最初ちょっともう子供たちに楽しんでもらう感じで。あ、なるほど。じゃあこの最後の大鳥でたこ焼き大食いがやってるんですよ。なるほど。ちょっとこんな感じになってますんで。今からどこ行くの。今からここだよ。今日はじゃあ開会式から、今日はね、やるの？時間的に二人羽織パフェと、空気椅子タコスになりましたね。この2つね、ちょっとここに行きたかったんですけどね。で また2回目ということで行きます。でチャンキーさんなんですけどね、本当に出汁が効いた、生地が美味しい、カリトロふわジュワー、いわゆるそのソースでブワーってやって、よくこうソースの味に負けとるような感じじゃないです、うん、もう本当に生地がすっぴんっていうさ、あの商品があるぐらいやけ、ベースな何もつけないやつが、まあ、めちゃくちゃうまいんですよ。特にうちの子も大好きで、ね、だからこれプラス、まあ、いろんなトッピングで、うん、いろんなお好みに合わせて、ね、味を変えていくってパターンなんで、ここは本当にたこ揚げ自体がおすすめです。ぜひ一度、あのスムージーとか、あのスイーツとかもあるんで、サイドメニューもいい、うん、あの本当デートとか、うん、あの子供と来たりとかもいいと思う、うんうん、今日はね、今日はガチで狙いに行きますからね、うん、俺もともとアスリートだから本当にちょっとね、知覚過敏がちょっとやばい。これがいけるか。もう空気したこそ余裕でしょ、それこそ。俺半月もやってるんですよ。いや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 、アスリートガチでまあね、あのベスト尽くします。はい、じゃあちょっと待ちましょう。で、人にちょっとは熱々早くしよう。ちょっと練習、これから始まった。チャリンピックをします。絶対マジ。絶対マジ。カリチューやけさ、うん、中があまりしゃべえよ。いや、危険よね。
おいしい。それがいいよね。うわーって言われる。うまっ。鶏がすっぴんかな。いやいや、あれ、あ、海苔がだ、塩塩塩。2人とも過ごしていましたが、今は4歳と湯気が熱烈だな。いるのではないでしょうか。今日は中で食ってください。熱々がやっぱおいしいな。うん、生地がめちゃめちゃうまい。よし、次です。熱弁の空間。今の心境をお聞かせください。これはもうやるまでやるわけです。あの、パフェの意気込みは、パフェさんへ。まあ、瞬殺しますから。ごめんね。頑張ってください。いきましょう。じゃあ。こっちになんか一言言って。よし、じゃあ待て2分切ろうかな、2分切ろうかな。よし、よし、カフェの早食いを食べます。じゃあ2分切ります。参ります。はい、えよーい、ちょっと待ってて。よしよし、オッケーオッケー。おい、そこオッケー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 。でかいでかい。の相手なんで、まあ、ちょっと5分ぐらいで行こうかな。まあ、もうガチンコでやったら多分せかしんでます。タコス市場ちょっとガチン膝が持たんかもしれない。あの早くがいいけど膝が。うわうまそう。あ、もう一回かけやんだ。おいしそう。世界一分半です。巻いてくるな、巻いてくるな。うん、うん、姿勢の方が早い。全部一口食べたら早い。あ、これ足やめて。
美味しい。辛すぎて美味しさが。やべえ、さすが。内田さんすごい。内田さん、8.2 ですね。8.2。矢野ちゃん。いただきます。乗りました。どうやった？フルース。銀メダル？銀メダル。やったね。ありがとう。楽しい。戦ったな。いやあ、最高だ。面白い。まだまだ続くんですけど、ちょっと撮影があるんで、残念ながらちょっとここで私帰ります。最高。いやー、楽しかった。もう腹もいっぱいやし、すげえ子供とかも触れ合えたし、あと地元の人も、めっちゃ面白かった。こういう時期にやっぱこういうイベントをするっていうのはやっぱ本当にありがてえなと。触れ合いってやっぱね、まあ、ディスタンス取りながらやけど、恐れながらな。いやいや、本当楽しかった。美味しかった、楽しかった。おかげで、まあ、なんとなんと、ちょっと、まあ、景品泥棒、まあ、金と銀で2種目でいただいたんで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当楽しかったんで、皆さんも次の機会があればね、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。いや、そしてチャンキーぜひ食べてほしいよね。チャンキーマジうまいから。いや、もうイベントじゃなくてもな、普段も美味しいの作ってくれてますので、はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。金と銀、ありがとうございます。バイバーイ。